アンザのヘンコレボリューム1ということで突然スタートしましたが、普段僕は、アイドルとかのライブの動画をね、こうライブとかに行ったのを撮ってそれを上げたりしてるんですけど、自分だけのやっぱりこう企画があったり方がいいなと、そういう企画ものの動画も始めようかなということで、その第一弾というか、まあヘンコレしかやらないんですけど、なんだかんだいろいろ変なものを集めてるんで、その集めているものを紹介していこうかなと。どうせね、眠ったままにしてあるんで、眠ったままじゃもったいないということで、ということで結構ねジュース類はいろいろこうなんだかんだ集めてたりっていうか、まあ集めてるというか、まあ持ってるだけなんですけど、その中で今回第一弾にしてみようかと思うのが、このダウンタウンのガキ水。はい、これはですね、日テレのあの、もう皆さんご存知の通りのガキ使のの中の企画で、20年前ぐらいにテレビの番組内で企画されて、それをまあ買ったんですね。ダウンタウンのガキ水辛い飲料。はい、まあ開けてないんで味はよくわかんないんですけど、とにかくその番組内でまずい水を作ろうってことは僕知ってるんですね。まずい水を作ろうってなって、で開発されて、でどこで買ったんだっけかな、日テレのショップなのかな。でもとりあえずもう20年以上経ってるんですよね。ここに97年1月24日、ちょうど20年。あ、20年以上か。1月だから。約22年。間違えた。21年か。そう。なんですけど、まだ未開封で味はわかりませんが、オークションとかこの前見たら、なんか結構っていうか、まあ500円ぐらいか。500円ぐらい値段がついて、まあ、持ってる人持ってるんだなと。まあ僕も開けないでずっと思ってたんですけど、ということで、この辺コレクションを第1弾。ということで、今回の辺コレクション第1弾は、ダウンタウンの楽器蜜辛い飲料。中身、味はよくわからないけど、色は変色してます。のでした。では、不定期なので2回目、3回目、いつやるかわかんないですけど、続きまーす。バイバイ。